こんにちは、即会塾の久保です今日は一つねアフィリエイトのプロフェッショナルとしてのちょっとね放送をお届けしようかと思います、まあ、何をもってアフィリエイトのプロとするかということですけども、まあ、私はですね、うんまあ、アフィリエイトによって生計を立てられているっていうところとあとはですねアフィリエイトのことを熟知しているということのこの2点だと思うんですけども特に今回はね2点目のアフィリエイトを熟知しているという点をお伝えしようかと思います アフィリエイトに限らずその道をよく知っているということはたった一つのことを知っているかどうかに分けられると思いますそれが利用規約ですよね利用規約を熟知していればあ自分が例えばねグレーゾーンにかかることすらないんですよ、うん、ホワイトとブラックいいか悪いかしかなくってなんとなくいけるかもみたいなね、えー、グレーゾーンはあーないと思いますよね 使われるようになったのはいつか分かりませんけども、まあ、はっきり言ってねあの、1本の線があって、こっちがいい、こっちが悪い以外はなくて、線状ってのはないんですよね、その線の周りもグレーではなくて、はっきりとした白と黒でございます、うん、例えば皆さんがですね、えーまあまあ、テストでいいですかね、テストを受けたときに、70点がボーダーラインですよ、70点以上は合格、69点以下は不合格。 っっていう,ふうに決まった場合じゃあ69点はグレーゾーンだから合格に入るのかと入らないですからね、はっきりと下は線が引かれていてそしてこっち側とこっちの世界を明確に分けると、まあ、0点で不合格でも69点でも不合格でも一緒ですよと70点で合格でも100点満点で合格でも一緒ですよという,ふうに決めているのがこの利用規約ですからグレーゾーンっいうのはないんですよね。 よくね無在庫転売グレーな方法でとか言いますけどあれはアウトなんですよ、うん、で、まあ、そうは言っても、うん、これはグレーじゃないのって言い張る方がいたらぜひ、ねそのまあ、メルカリの転売だったらメルカリの会社の方へそしてアフィリエイトだったら ASP の方に連絡していただければよろしいかと思いますあおはようございます山田さん、まあ、これがですね私のプロとしての見解ですよねプロっていうのは利用規約を熟知していてグレーゾーンがないということも理解していて いいのか悪いのかはっきりしているんですよね、特にそれをコンテンツとして、塾として販売する場合は利用規約を遵守して利用規約を遵守させなければなりませんから、ここがいわゆるマインドセットですよね、自分が儲かればいいということではなくて、自分とお金を払う人の両方が儲かればいいということでもなくて、自分とお金を払う人と、そしてお客様、社会ですよね。社会がこの3歩が良ければいいなという考え方。さらにですね、 次の世代はこの方法を使ってさらにですね利益を作ってくれるかなというのが4法よし、そしてさらに5法よし、6法よしと考えられるのがマインドセットですから今日、今瞬間自分の報酬画面だけ増えればいいかなっていうのはこれマインドセットとは遠く及ばない話ですよね。とはいってもですねマインドセットってのはほとんどの人が受け取ることは不可能だと思いますなぜならマインドマインドってこだわる時点でマインドがないわけですから受け取れないわけですよ。 生きていて育っていて自然と身についていてそして何かをするときにいつもこの利用規約、正義感いい悪いという判断がはっきりできるということがマインドセットのスタートですから自分で自分で,ですね、このマインドセットがわからないとか善悪が判断できないということは仮に新しい善悪のマインドセットを伝えたところでいやでもこれは状況によって違うんじゃないのとすぐに反論が始まるんですよね。あ、関さんございます。 だから自己否定論が大事になってきますマインドセットっていうものの一、まあ、つもしくはその前の段階で自己否定が100%できる人がマインドセットなんですよねそれは新しい情報を聞いたときにあもしかしたらこれいい情報かもしれないなというふうにまず取り込んで試してみるというのがマインドセットなんですよでも大抵の方は新しい情報や別の方の常識が入ったときにでもこれはとかね 自分には当てはまらない、自分なりにはとか言ってすぐに否定することを考えたり、例えばその延長線上にですね足を引っ張り合うという精神があるんですよ、自分と意見が違うから、何とか別の意見を批判してやろうということに一生懸命になるわけですよね。これがだから自己肯定定論論他者否定論 いわゆる口論の始まりですよねこういう方にマインドセットなんてのは全く1ミリも入ってこないですよね、もう悪いマインドですよ、こんなのは悪い習慣なんですよ、だから常にですね人を励ましたり、人の役に立つ、そして吐き切りしているのが、提供を常にしているかということなんですよ、こういうふうな情報発信も提供ですし、何か情報を得て、ですねこれ参考になったなと思ったら恩返しをするという癖も、これもあの提供の精神ですよね。世のの中ほとんんどの人は提供すするつもりがないんですよ ただ、奪おうとしているだけ、えー、今日の,まとめのお放送のまとめになりますけれども、即、ま、果、あ、塾マインドでも、ね、何度も話していますけれどもあの、奪うのがビジネス、もらうのがビジネスではないんですよ、ビジネスっては自分の利益や自分の稼ぎを取りに行くものではないんですよ、実は多くの方がそう勘違いしているんですよ、ビジネスってのは稼ぐものだと思いますけども、もそれは結果的に稼げるだけなんですよね、ビジネスを誠実に続けていれば、でもビジネスの大,大前提ってのは、提供していることなんですよ。 自分の価値を何人の方に受け取らせることができるかなっていうところにこだわっていくのがビジネスですからね、あございますそれをですね活動した結果、いくらになったとか、いくら稼いだ、1000万だ、フェラーリだ、タワーマンションだっていうのがすごいわけではないんですよ。仮ににでですねタタワワーーママンンンンシショョ誇るとしたらタワーマンションに住んで えー、年間でですね1000万の家賃をこのタワーマンションのオーナーさんに払ってそしてそのオーナーさんがまた別の投資ができているんだよし、家賃払い続けるぞみたいな表現に、まあ、この表現も変ですけどね、きせがましくって、まあ、そういう思考に入っていくのがいいんですけども高いマンションに住んでるから自分はすごいんですよだからあなたも私の指導を受けませんかっていうのは完全に奪うマインドですよね。人をダマらかしててというかそのの気にさせて結果の コミットメントもできないのにできると言い張ってですね、えーまあ、あらゆるグレーな方法を押し付けていくのがこれなんですよねあ関さんね税金を払いたいと思えないそれ確かにねあの関さんもそうだと思いますけども払う金額が異常ですよやっぱり稼げば稼ぐほど <laughs> あいい話ありがとうございます あぜひねそうゆっこさんシェアしてくださいいい話だなと思ったらそれを広めていくっていうのがすごく大事なんですよあのシェアっていう文化っていうのは実はですねインターネットの唯一の特質ですインターネットというものが始まって何が起きたかっていうとシェアっていう概念が多くの人にそれこそシェアされたんですよじゃあフェイスブックが始まった時にねなんでねいいねコメントシェアっていうボタンがあるのかシェアっていうボタンはな何で マッカーバーバザッカーバーグが作ったのか、それはいいものを広めてほしいから、そして悪いものを広めて、防止策をしてほしいんですよねで、それがインターネットがない時代は不可能だったんですよ、口コミって言って、周りの人100人に知らせることだけでも大変だったんですけども、今はどっかの世界のどっかでおしあ起きたことを世界中の人にシェアするっていうことができますよね、ツイッターが始まったときもリツイートっていう文化がありましたよね、あれはもう本当、インターネットが始まって最大の発明ですよ、メールマガジンとかもね。 ものすごい個人の発言がレバレッジを帯びて地球の果てまで届くわけですからあさんはございます。神代さんですかね何て言うんですかねなんか昔日本に神尾文字とかね神尾文化っていのありましたけども神々、まあ、しい名前でございますね はいえー、そういうことでございますんで、えー、税金の話ちょっと戻って最後になりますけどもあの私も年収300万の頃っていうのは税金がすごく疎ましかったんですけども年収が1000万を超えたりとかね3000万を超えるともっと疎とましいですね例えばね3700万の売上に対して税金っていうのはだいたい350万からい消費税だけでもかかってくるんですよあとは累進課税55%までいきますからとてつもなくあ熊代さん あ熊代さんって読むんですか。ああ、それは新しい発見ですね。熊代雄二さんですね。皆さん覚えておきましょう。これ、熊代さんって読むらしいですよ。この読み方知ってるだけでも、ちょっと、あ詳しいねって思われてるようなね、ことでございますから、今回の一番学びになったのは、熊代さんと読むということなんですよね。はい、教えていただいてありがとうございます。私もこれ、しっかり覚えておきますね。では、今日も十数名の方にご覧いただきましたけども、よろしくお願いします。 放送の方ね、朝早くから本当にお付きき合いいいただまましたありがとうございます。これからも皆さんに役に立つ情報発信に努めていきたいと思いますので、まあ、税金はねやっぱりね収入が増えていくと本当に払うのがね惜しいんですけどもでも自分の払った税金があ誰かのね、高額医療の費用になったり生活保護費の一部になったり、えー、まあ教育福祉関連になったりそれから政治家の汚職の役得になったり誰かの役に立ってるんだろうというふうに 肯定 <laughs> 的に考えながら今日もね一日張り切っていきましょうはいえー、とインプットとアウトプットはセットですそうですねアウトプットのためにインプットをしますから自分のところで インプットを止めるんではなくて、自分がインプットしたことをアウトプットして誰かのインプットになってくださいねという,ふうな提供の精神それがマインドセットになると思いますえちなみにインプットとアウトプットの間隔を狭めれば狭めるほど収入が高くなるチャンスが可能性が広まりますだからインプットをいただいたら即ですね今この例えば私のセミナーとか来ていただいた方の中には話を聞きながらすぐにねツイッターでこうね あのー、コメントしているみたいな人もいましたからねフェイスブックで書いたりとかねすごいですよインプット即アウトプットそうすると誰よりも早く情報を知らせることができますんでより第一次情報に近い発信者になれるということになってきますそれでは本日も以上です15名の方ご覧いただきまして本当にありがとうございました、えー、次回も大体6時半から7時半の間で即可塾の暗号通過ニュースと即可塾の情報発信をさせていただきますよろしくお願いします